僕たちは乗り調査団。最近車に興味を持たない子供がいるらしい。今からトヨペットを調査しに行く。どんなものがあるんだろう。ノーミッション。人に指摘を。いた、話しかけてみよう。あなたの名前は何ですか？はい、私の名前は名古屋トゥーペット三田地店初崎です。どのような車が好きですか？かっこよくて大きいこのアルファードのような車が好きです。なぜ名古屋トゥーペットに入ろうとしたんですか？小さい頃からお父さんの影響で車が好きで、車関係の仕事に就きたいと思ったからです。車が好きだったんですね。はい、時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。あ、こんなところにゲームがある。楽しそう。大人ちょっとやってみよう。俺もやりたい。いいな、面白そうだな。こんなところに車のゲームもあるんだ。楽しかったね。よし、じゃあ次のところへ行こう。ノーミッション。あ、成功度がある。とても綺麗だね。ここでは最大7台が整備できるようになってるんだね。それに自販機も1つあるみたいだよ。それでは次に行ってみよう。ノーミッション。車に興味のある人が少なくなってきました。なぜなら昔よりも兄弟が少なく、その分車を買う人が少なくなっているからです。だから車をみんなにもっと知ってもらい、利用してもらって車に触れてほしいというのが会社の目指している将来の姿です。本当に触れないの？名古屋トヨペットっていろいろな車があって本当に楽しいところですね。ありがとうございます。また名古屋トヨペットにもらえていただき、車に興味を持っていただけると嬉しいです。またみんなで来ようね。そうですね。ノーミッション。最後にこれを見て来店された方にお菓子の特典があります。ぜひ名古屋トヨペットに来てみてください。イエーイ。